ハロー YouTube 整備業界をぶっ壊す整備収納です。とりあえずこれから塗装します。これは別に作業風景なんで、ぼーっと見ていただければ助かります。それでは早速やっていきましょう。今日塗装する車は、日産のデイズですね。クォーターをこうガリッと、本当は側面なんですけど、側面フロントバンパーからリアバンパーまでずっと一直線上に、遠赤とかでガリガリガリってね、引っ張ってきちゃったようなやつだったんですけども、結構原型とどめてなかったんですよ。すごいね、もうえぐれたような削れが出しちゃって、本当だったらはパネル交換しようかどうか迷ったんですけど、ちょっと時間も余ってたし、あと自分の、実力もね、どれぐらいあるかっていうのを確認したかったんで、修理しちゃいました。基本的には、鉄板、へこんだ鉄板一部切ったりして形を、少し整えながら引っ張ってって、おおよその形まで持ってって、あとは、パテ形成みたいな感じでやりました。そうですね、ちょっとビフォーの写真がないので何とも言えないんですけども、この辺ですね、この辺をこうガーっていった感じで、だからこのプレスラインとかね、出すのがすごい難しかったです。若干ね、歪んでるっていうところもあると思うんですけども、できるだけ頑張りました。でこれで塗装していきたいと思います。今脱脂をしております。今回ですね、僕が使っている RM という塗料メーカーの、脱脂剤を使ってるんですが、使っているんですが、どうしても今まで使ってた脱脂剤ってどっちかっていうとちょっと石油系っぽい感じ、油分は取れるんですけど水分はちょっと弾いちゃうみたいな、そんなような脱脂剤だったんですが、この RM さんの脱脂剤、プリクリーノっていう脱脂剤だと、水分もちょっと乳化させてくれるんで、かなりいいですね。何がいいって、水分も乳化するってことは、静電気も発生しにくいんですよ。っていうところは結構気に入って使っております。で、ようやく見つけたこの、どっちかっていうと霧吹きなんですけど、この霧吹き、すごく良くて、石油系でも、使える。これね、やったことある人だったら分かると思うんですけど、石油系の、こういう脱脂剤って、中身のゴムパーツとか樹脂パーツが溶けちゃうんですよね。となると、このまんま入れてらんないんですよ。本当に2、3回使ったらば1ヶ月後にはもう使えなくなっちゃったみたいな、っていうのもよくあって、なんかいい霧吹きないかなと思って探したらば、これ見つかりました。モノタロウで売っておりますので、どうぞこの形状のやつを探してみてください。名前書いてあった、これですね、 DIA スプレーエクセレント。名前ちょっとよくわかんないですけど、この辺のやつ買いました。2000円ぐらいでしたね。とてもいいスプレーです。どうすっかな、これ。今作業しながらなんですけど、結構やってる方だったら結構理解あると思う。マスキング作業って結構難しいんですよ。案外普通に適当にベタベタ貼ってあるようにこれも見えるんですけど、剥がしやすいようにっていうふうに考えて貼ってあります。塗装し終わったらば、際の部分がピーって剥がして、ある程度乾燥してきたらば、周りのやつも一気に剥がせるように、っていうふうに考えながら、やるっていう作業が意外に頭使うんですよね。なのでね、マスキング作業ただやってるだけに見えますけど、意外に
手の凝った作業になると思っております。ですね、ちゃんと覆いたい部分はこういうビニールとか使って、ちゃんとマスキングするんですけど、この紙を使ってる部分は基本的にぼかしたいところなんですよね。色を入れてって最終的に、まあ、この辺まで色を入れてって、これ以上はあんまり行きたくない、色を入れたくないって言った時に使います。こういうふうに、あるいはここに境があればそこまで入れないっていうふうに分かるし、なおかつ塗布、その塗料が飛んでしまってもこれ以上先には進まないんで、ちょっとね、やり方は人それぞれ多分工夫の仕方あるんですけど、ちょっとこれを、基本的には、まあ、これ以上塗料をこっちに行かせないためっていうふうに思ってくれるといいと思います。ですね、これは僕は普通にあの塗装塗料を使って塗っていってしまうんですが、これ実はあのラッカースプレーとかでも全然できます。ラッカーじゃなくて普通の補修用スプレーでもできます。ただ同じように、ぼかし方がねちょっと難しいとかっていう人は普通見ていただければいいかなと思います。ぼかしっていうのはまあよく分かりやすく言うと、今こういう黒い面に対して、白色、まあ、白色を吹いたとしましょう、塗ったとしましょう、まあ、こんな感じでね、黒い面に対して白く塗ったとしましょう。くっきり分けることも別に塗り方としてはありなんですが、それだと目立ってしまいますよね。じゃなくてこういうようにですね、なんですかね、グラデーションにするんですよ。グラデーションにすればそこの境目が分からなくなるんで、塗った色とパネルの境目が分からなくなる、こんなイメージになるね、境目になるように普通のぼかしって言います。よりこっちはくっきりですね、これはくっきり分けてあります。まあちょっとここは隠れる部分なんでくっきり塗っちゃったんですけど、いやそれをこういうふうにぼかしっていうのは曖昧にする、境界線を曖昧にするっていうことをぼかしって言います。まあ、それをしやすくするためにこういうのを使ってるんですね。はい。